チャーハンいただきましょう。ちなみにあと1個残ってるのでハリーよ。じゃあ、ちょっとマジで私もう一回手に入れなくなってきてるよ。帰れなくなってきてるよ。もう私バーミヤンでそのこと食べれないよ、これ。麦はナス。ちょっとまだ覚悟が決まってない。覚悟いるんか。覚悟が必要。同じ紫色の。もうなんか食べたい。美味しそうなの分かるんですけど。見た目なんだ。牛肉生？牛肉生？生じゃないですか。
っと柔らかい赤いやつ。これは中じゃないでしょ。紙野菜ですけどね。え、嘘？筋があるから。これマグロ？マグロではないよ。うん。え？トマト。そうだよ。せや、野菜や。なんかいい、良くない水入れて完成品になるじゃん、うん、どうする、ナスマン考えてるよ、考え続けてもうナス2個になってるから、うん、え、それ1個なんですか、1個1個、えぇ、いいなぁ、はい、今4個残ってると思ってましたよ、下口食べてダメだと食べれるから食べてみる、ナスがダメなの、ナスがダメなの、うん、柔らかくて美味しいですね、うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ味が濃いから、これはね、好きさんがちょっと食べるの抵抗がある時の分かりやすい、ちょっと距離を持ってる食材に対して、いただきます、みんなの視線が集中してるお茶を誰か笑ってる、笑ってる違うんかいや、ほんといいところはまだ24時間経ってないけど早いな、美味しい、成果を得られるの早い、なんかつかみがすごいと思います、最初タクシーの兄ちゃんから優しくて、そうな、すごいホスピタリティだよね、ちなみに音声マスタードみたいな、鳥みたいな可愛いのいるな、可愛いのがいる、すごい、え、鳥だね、ひよこみたい、からしがひよこ柄になってる、ここからしじゃないでしょ、からし的な、からしじゃないですか、なんか切り抜きじゃない、本当だ、ひよこだわ、あんま切りがないと面白い、いや味違うね、本当にどれも味クリアでしょ、これ、うん、いや、これあっさりしてるかと思ったら濃厚ですわ、濃厚系のお肉にした、あー、この濃厚だ、うわー、匂いうまうわこれもこれでうめえな、鳥ももうオブザイヤーだもん、うわ、これ見えるかな、混ぜて下にタレがいっぱい溜まってそれをからっと食べて、うわ、これうまいぞ、これはうまいやろ、やばいうまいオブザイヤーだ、うまいオブザイヤーいいやもういいや優勝するから、いいやがいっぱいあるわ、上半期の段階でいいや出ちゃうな、これはたまらん、たまらん、ワンタンやべえわ、これね、これだわこれだわ、伊達さんの語彙力失ってるよね、これだわ、何がこれだったんだろう、それは食べればわかる、食べればわかりますよ、いただきます、これだったわ、星見さん、ナスの時反応がだいぶ違います、目がたっぷり開いてます、どうですか、これですか、これですね、このためにいった感じもする、でも多分3人の中ではトリフを超えてるんじゃないか、説はちょっとどうですか、本物性が違うんだ、あ、じゃあ別のそう、なんて言うんだろう、なんか清楚系のお嬢さんとそのバリバリ系のギャルと、なるほど、じゃあどっちがいいって言ったらその人の気分みたいな、そうです、うん、どっちも選べないみたいな感じ、なるほど、じゃあこっちがバリバリのギャルだ、バリパンチ系やん、なんか期待を裏切らない感じ、うん、食べたかったものがちゃんと食べれたよ、そう、努力は期待以上のものが来すぎてびっくりしたね、そうそうそう、これはね、これはこれなのよ、そう、もともと200点だと思ってたものが200点
そう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 強い匂いが本場のタレって感じ、ね、バランスいいよね。なんか日本に多分嗅いだことないよ。いや、ない、これはない。うまいな、うまい、うまい、いいな、うまい。もうなんか、どう表現したらいいか分かんない。幼稚園で言うと、うまい、はい、ちょっとブルブルブルって震えながら、うまい、やばいやばい。いや、美味しいものとか人の思考を停止させるんじゃん。わかりますよ、うまいわ。もう、うまいっていうだけでこう脳内がね、満たされるから。